で、覚えてますかね？チャフでガンカメラを向こうにしながら登ってきたんですが、降りるときは、今回はグレネードを使っていきます。グレネード。グレネード。では行きます。ここ。よいしょ。よいしょ。ここ。よいしょ。ラスト。ここ。よいしょ。はい、OK でーす。皆さんもこうやって降りてくださいね。では、エレベーターを呼んで、一応弾も補充して、はい、来ましたね。では、意味もなく装備を変えて、1階ですね、降りていきましょう。スネーク、さっき言い忘れてたんだけど。どうした？僕の研究室にはステルス迷彩の試作品が5セットあったんだ。それで？僕が着ているものを除いてあと4着ある。そんな引き算なら小学生でもわかる。スネークにも渡そうと思って取りに行ったんだ。そしたら残りの4セットがなくなってるんだ。それでさっき調べたエレベーターだけど、どうもおかしいんだ。どうやら誰かが止めてたみたいなんだ。お前が乗った時も重量オーバーの警告が鳴ったか。それなんだよ、気になるのは。警告が鳴ったんだ。エレベーターには僕一人だったのに。お前体重は62キロ。そのエレベーターは積載量300キロ程度のタイプだから。つまりここに最低5人は乗ってる。まずいよスネーク、ステルス迷彩を着たやつが乗ってるんだ。気づくのが遅すぎる。死ねスネーク。右下に移動して2人を倒します。で、左側の2人もこのように倒して、あとは起き上がってきた順番にどんどん倒していけば、フォーメーションを組ませることなくこのように倒すことができます。OK。